9月5日、畑愛、モロヘイヤ、まあ、すごいよく育ってるように見えますけど、もう花芽がついてきてますね、花咲かせてるのもあります。モロヘイヤの花、こんな感じですね。黄色い小さいお花ですね。これはもう花芽がついたらもうすぐ小さいけど実が出てくるんで、もう終わりですね。もう木の勢いはすごいんですけど、もう、一個一個摘むのは大変なんで、お花の中にもう実が、ちっちゃい実ができて、まあ、種はできてるかは分かんないですけど、一応種には毒があるっていうことなので、もう収穫して出すっていうことはしないですね。自分で食べる分にはちょっと取り除いて食べればいいんでいけますけど、でこの畝だけでも12株、あっちも向こうの方にもあるんですけど、まあ、大体ざっと20株ぐらいあって、その中の1株、ちょっと1株、この、ここから1、2、3、4、4番目のこの株だけは、なんか、つぼみとかも出てないので、種取りをこの株から種取りやろうと思ってます。で、なのでこれだけ残して、もうちょっと怖いですけど一株だけ、もうざっと見たらもうこの株だけだったんで、これだけ残した、残りはもう全部、とりあえず交雑とかしないように、全部取り除きたいと思ってます。この株だけなんでですかね、もうバッサリ切ったから遅れたのか、それとももともと花芽がつきにくいやつがたまたま現れたのか、まあでも20株のうちこれだけ今まだ花芽ついてないんで、これだけ残して種取りしたいと思います。あんまり今まではこういうふうに考えずに、とりあえず実がなったのはもう種取ってたんですけど、今年からできるだけ遅いやつをついでいこうと思ってます。